皆さんこんばんは、 MK です。スプラトゥーン3サイドオーダーパート60やっていきましょう。今回も前回に引き続きハッキングゼロの状態で8のパレットを使って秩序の塔30階を目指していければと思います。前回で25階まで攻略することができたということで、今回は26階からなんとか頑張っていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして応援の方よろしくお願いします。ということで、どのカラーチップを選ぶかなんですが、もうこれは一択でしょう。メインショットダメージ遠い2枚取ってるので3枚目いきたいと思います。ガチエリアなんとかなると思うけどな。そしてできればさ、メイン射程が1枚欲しいですよね。こうなってくると、あのインクショットダメージ自体は持ってなくて、インクショットダメージの遠いばっかりカラーチップで集めてるので、ちょっと射程増やしたいな。ちょっとオクタシューターの射程だと微妙なところが今後あると思うんですよ。ちょっと待ってね、これしっかり左右にこうやって移動していけばなんとかなると思うんだ。ほらめっちゃ威力上がってる。いける、でしっかり OK、 いいですよ。待って、そこ一回取ろう。よし、いいよ。でコンボもちゃんとつなげていきたいところではございますけど、これ当たってねえな。ちょっと待って、はい、君しっかり倒します。ちょっと下通られてるけど一旦着地を決めまして、うわー、これディスクパーツとか出てくれてないな。ディスクパーツ出るか出ないかがほんとでかいんです。あぶねー、ちょっと待って、あぶねー。一回着地使います。一回着地切って、怖すぎ、待って、アルペジオ怖すぎ。一旦回復いける、一旦回復までいける。オッケー、アルペジオ怖すぎだろこれ。ちょっと待って、君本当にやばい、君が本当にやばいわこれ。アルペジオを一旦、あっ、後ろ、ちょっと待って、一旦ここも、はい、着地使います。でああ、嘘でしょ、それは無理だ、それはもう見えてないよ、マジか。一回でアウトだからね。くぁ、マジか。ごちゃごちゃ言ってもしょうがない。26回ね。はい、ということでリベンジ行きましょうか。もちろん今回もハッキングはすべてゼロでございます。いや、これさ、26回までカットしてもいいかなとも思ったんですけど、最後だしさ、せっかくだからみんなと一緒にもう一度登っていきましょう。ここで絶対クリアするから、皆さん安心して最後まで見ていってください。ということで、カラーチップめちゃくちゃ大事。インクショットダメージとか、サポート系、そのあたりが欲しいですよね。サポートきたー。これどっち行く？インク回復速度とメイン効率。まあ、メイン効率だろうな。初っ端から難しいで、練りコインも、たくさんもらえますので、よーし、じゃあこれで行きましょう。いいんじゃない？最初のカラーチップは当たりを引いております。この紫のね、色を基本的に取っていきたいなという感じでございますが、ただ、ホーミングとかブレ軽減とか、まあ、あの辺はいらないんだよな。やっぱりインクとかさ、そのあたりのサポートでよろしくお願いしますという感じでございます。結構インク、あ、待って、思ってるよりショットのダメージが低いな。あれ？もうこれ、あ、思ってるより、ショットのダメージが、うわ、低いな。ちゃんとはめないと、アラマンボを倒すのも、一苦労でございますが、そこ突っかかってくれてるから、しっかり攻撃、オッケー、突っかかってる、オッケー、待ってね、グラーベ怖いよ。ちょっと体力1しかないからね、グラーベのちょっとした攻撃も、致命傷になりかねませんということで、はい、なんとかアラマンボをクリアできました。いや、アラマンボ序盤だとちょっとむずいかもな。いや、どうだろう、わかりませんが、おっと、これはどうしよう。これいらないな。全部いらないな、正直。メインショットダメージ近いっていらないんですよ。遠いが欲しいんですよ。ドローンスプラッシュボム時間ドローンゲージ。まあ、一旦ドローンスプラッシュボムオンにしておきましょうか。正直あんまいらないけど、まあ、サブ的な意味でね、ちょっとだけ、なんか、塗りとか、まあ、攻撃に貢献してくれればという形でございます。ボールを運べ、頑張っていきましょう。あ、出た、これか。これなんか、めちゃくちゃうまくはまればさ、超早くいけんじゃねえかとも思ってるけど、どうなんでしょうね。お、待って。あー、そこ今もう、あー、おっと、いいぞ。なんかいいぞ。悪くないぞ。待って、グラーベが来ちゃってますけども、グラーベってこれさ、8ボールがあれば、MK さんには攻撃してこないよね。8ボールの方だけに攻撃してくるんじゃないかという MK さんは解釈をしておりますが、はい、ここ、うわっと、そこはなんで弾いたの？なんで今の弾いたの？アーマーゲットして、あー、これか。フグで行っちゃったのか。
なるほどね。着地とか使うときはね、腹部を巻き込んでいるかいないかしっかり見ていきましょうということで、もうガンガンいくよ。うおっと、これはどうすっかな。待て、ラッキーコンボ時間いくか。そう、メインショットダメージでいこう。ちょっとラッキー系は今回やめよっか。ラッキーボムを先に引ければ考えようだけど、ラッキーボムが引けなかったらね、正直あんま意味ないですよ。だからメインの強さをね、上げていく方が確実だと思います。ということで、はい、まずはこっち側に8ボール投げていく。それはもう一発でいったって解釈でよろしいか？ちゃんと見てないけど行ったんだよな。オッケー。その上のさ、なんていうの？枠がこう光ってれば、ほら、こうやって光ってればビリビリしてるってことですので、それでね、ちゃんと近づいてってるかは見分けていきましょうということで、18秒、今ので更新じゃないんだ。もうちょっと最短でやっていたことがあるみたいですね。昔の MK さんうまいな。ということで、あー、インクパチパチじゃない？さすがにサブ効率はいらないな。インクパチパチいきましょう。インクパチパチだったら重ねてってもいいかもね。300% でしょ、一気に。これは結構強いと思いますが、ただ激ムズを MK さんがクリアできるかっつう話。あ、まあ、8ボールならなんとか、8ボールじゃねえや、これ。まあ、でもなんとかするしかないわ。コマを使いましょう。コマを使って、ほい、いけるそれ。あ、当たってないんだよね。当たってる。だったら、このまま爆破まで行きたいです。うまいね。いいよ。そしてそこは、これか、待てよ。着地があるので、着地を使って、そっちをなんとかしたいよね。こう来て、ここでうまく着地していく。はい、回も吹っ飛ばしつつ、一旦壊していいよ。待て、今サブコ、うわー、出てなかった。落ち着け。あー、ボムありがとね。待って。これスペシャル貯めて着地から行こうか。激ムズだから、これ今の時点で、突っ込んでっても多分勝てないんですよ。なので、ちょ、それを入れるのすら苦戦するのか。ここじゃ、なんか出たよね。なんか出た音はしたけど、ちょっと見に行ってる余裕はないかな。ここ、はい、着地を決めつつ行った。素晴らしい。いや、着地だな。これスペシャル缶詰だったらラッキーでも取ってもいいような気がするけど、どうでしょうか。ということで、おっと、これはメイン効率でしょ。ちょっと自販機も気になるけど、さすがにメイン効率だと思います。ホーミングはいらないね。あれつけるとさ、MK さんが狙ってないところにインクがいっちゃったりするからさ。ということで、簡単だよね。遠くからクリアしていきましょう。いやー、ちょっと今のところラッキーじゃねえや。カラーチップはなかなかいい組み合わせで取ってこれてると思うので、あとは本当に安心安全。ちょっとこれアーマー確率とかだけ欲しい。いや、どうなんでしょうね。アーマー確率があった方が、ダメージ受ける時のリスクがちょっと減ると思うの。ただ結局、落とさ、まあな、結局なんか、アーマーが壊されるようなことがあったらもうその時点で終わりだろっていう考え方もあるんですよね。そのアーマー壊されないように立ち回るのにならないといけない。おっと、これは、いやー、まあもう行くしかないよな。もう極めるしかないよね。じゃあドローンスプラッシュボムを。ボーナス正直25が倍になったところで50だからさ、あんまりいらないな。これ倍までしか来ないんだよね、確か。あれ？序盤だったら違う？これ、ボールを運べてジャンプ、100もらえるか。じゃあここはジャンプしないで行こうかな。はい、じゃあジャンプ禁止でやっていきましょう。もうジャンプボタンに手を触れません。こうして、OK いいよ。残り1個、そこ思いっきり突っ込んでってもらって、OK。まあ、100もらえるんだったら、125、メリコイン的にもなしではなかったか。ということで、6回クリア、なかなか順調じゃない。17秒、地味に更新しております。いや、ちょっと今回で10回ぐらいまで行きたいけど、うわっ！移動インク回復じゃないか？1400で自販機行ったってしょうがないよね。ここは移動インク回復。ちょっとメイン効率と移動インク回復とかで、インクを切らさないようにっていうのを意識していきましょう。カラーチップは。まあ、あとは撃破インク回復とかが来てくれると一番嬉しいんですけども、ムーブのカラーチップ。これめちゃくちゃ早いから気ぃつけろ。一速い、うわ、ほら、一速イカ速めちゃくちゃ早いから、ちょっと間違って落ちたりしないように、イカ速、一速早っ。
こんな早いことある？はい、でインクパチパチがありますので、この辺結構食らってくれてると思いきや、そうでもなかったかもしんないね。はい、上に上がってきて、オッケー、関門突破。ちょ待てよ、ちょ待て、逆に早すぎて困ってるんだ今。はい、ここで着地、あ、ドローンスプラッシュボムありがとう。まあまあまあ、2個も積んだらさすがに使えるようにはなってるか。うわー、これ届いてないな。こっから、うわー待って、これ届いてないね。これ届いてる。うわー、これ届いてるけど届いてないよ実質。はい、上に上がってもらって着地取っときゃよかったか。ごちゃごちゃ言ってもしょうがないということで、オッケー7回クリア。ふう、ちょっと緊張してるわマジで。大丈夫だと思う？これ今回、うっ、ドローンスプラッシュボム行くしかないんじゃない？これドローンスプラッシュボム極めるか、それとも時間ドロー、これどっちが効率いいんだろうな。これどっちが効率いいんだろう。今後のこと考えるとこっちかな。まあ練りコインもこっちの方が多いし、じゃあ時間ドローンゲージを取っていきましょう。あんまりドローンに振りたくないんですけども、カラーチップ入れ替えらんないからさ、そうフロアリセットができないから、もうここはしょうがないよな。はい、じゃあポータルを壊せ、まずど真ん中から行かせてください。お、しょっぱなど真ん中出てないので、ちょっと時間が稼げましたが、ちょっと待ってね、落ち着いてね。そこ爆破まで持ってきたいな。はい、爆破まで持ってく、素晴らしい。なんも出ないか。ちょっとこれラッキー系を全く積んでないからさ、全然コンボをつないだところで感があるんだよな。待って、いった、あぶ、ちょ、もう嘘でしょ、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 一旦これも使うしかないから。うわ、嘘でしょ、今のやらかすか。これでアウトなのきつすぎるでしょ。ということで、はい、ここもうーわ、攻撃力とちっちゃいやつだったよ今。じゃあグラーベでやられたらどうなっちゃうのって話だよね。じゃあ着地をため、ちょ待って、こいつ足早すぎ。インクパチパチが全然効いてない。インクネバネバが欲しいところだなこれな。ここで、はい、まず着地で、ここでいけるいける、オッケー。いや怖かった。更新する、なんだったっけ、アンダンテ、あいつの攻撃一発なんだっけか。まあまあまあ、ハッキングゼロだからな。おっと、インクネバネバ噂をしていたら来ましたね。こちら行きましょう。インクネバネバいいと思うよ。インクネバネバとインクパチパチ、あと遅くした敵ダメージ、いやでもあれは攻撃の時しか入んないんだもんな。遅くした敵ダメージはいらねえや。はい、インクネバネバうまく使っていきましょう。あ、こいつはネバネバやるいがいがある感じじゃないでしょうか。左右からこうやって埋めてった方がいいよね。うまくなってきたね私もね。ここ上上がって、待てよ、これいけるか。一旦こっちから塗るか、こっち塗ってこっち、オッケーインクネバネバが効いてるね、よかったね。はい、15秒で更新じゃないんだ。もしかしたらチャージャーかなんかでパンパンって打ったことがあったのかもしれませんが、よーし、じゃあボス戦ちゃちゃっとやっちゃいましょう。これさ、ゴロゴロマルチャーレがいいな。ここでゴロゴロマルチャーレを引いて、異界のカノンを20回で引きたい。いや、ただ回線ロンド20回がきついと思うから、オッケー、ゴロゴロマルチャーレ。ちょっと待って、運がいいな。ただ20回の回線ロンド、引いたらきついな。異界のカノンでよろしくお願いします。すやすやお休み中のところ悪いですけど、倒していきましょう。ちょっとこれさ、弱点をしっかりつくのを意識していきましょうね。攻撃力が今全然ないので、この攻撃力をちゃんと弱点のところ当てないと、ほんと全然食らってないから。待って待って待って、ほんと全然食らってないんだってそれ。ちょちょちょ、おい、全然食らって、ちょ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 、全然食らってない、全然食らってない、全然食らってないよそれじゃ。一旦なんか爆破しましたが大丈夫ですか。はい、こう聞いていこう。オッケー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 。左右にしっかり避けていく。危なかった今の。バンパーに当たってもちょっと怖かったからね。てかこれ、あっ、うわ、その爆破って食らうんだっけ、初めて知った。その爆破って食らうんだ。待て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 、アンダンテが後ろ側から来ている。あれ、じゃあ気をつけないとな。はい、バンパーが増えたみたいですけども、じゃあちょっと弾かないでよあんまりあんま弾かないで姫ちゃんのスプラッシュボム。うわーっと、バンパーがさらにここで、ちょちょ、落ち着け落ち着け、一旦ここ着地切っていく。アンダンテが怖いからね。アーマーゲット、どこ行ったどこ行った、ちょ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 、ゴロゴロマルチャー、いやでもこれ20回ゴロゴロマルチャーレがめちゃくちゃ難かったと思うから、序盤で引いといてよかったかもな。どっちにしろどっちにしろ正解。アップないって、本当にイカ速もそんなないからさ。ただ移動でインクは回復するようになっておりますので、その辺はうまく使っていきましょう。あんまりコンボつないでも今は意味ないから。うわーっと、グラーベが押してくれている。あー出た。これさ、逆にコロコロ回してないとさ、
長時間ビーってビームに当たって難しくなる、あのなんかめっちゃ食らうんだよな逆に。着地あるから OK、 そこ開きました。開いたところでしっかり攻撃当てて、ここは着地素晴らしい。うわ待って、あぶね、あ、アーマーあったか、うわ怖すぎ。アーマー、ちょ待って、アーマー大事かもな、これ不意にやられるときアーマーないと今の終わってたな。アーマー大事、アーマー確率あったらじゃあ取っていきましょうということで、はい、ゴロゴロマルチアレ10回もクリアでございます。ゴロゴロマルチアレって時間かかるよね。はい、よし、じゃあ次、先輩もハチさんも無事でよかったですということで、次は、うわあ、これは自販機だな、さすがに自販機だ。メインショットダメージ遠いだったら考えたけど、近いはあんまり意味ないんすよ。あんまり近くで攻撃することないからさ、ここで2枚とか500で買えると非常にでかい。どうでしょうか、いいんじゃない。うわ待って、これめっちゃいいかも。なんならアーマー確率もちょっと上げて、これさ、インクパチパチもう1枚買おう。来てる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 、待って、めちゃくちゃカラーチップ運がいい。こんなに運いいことないから、もうこれでクリアしないといけないよ。はい、オッケー、撃破インク回復。ちょっと待って、 MK さん運が良すぎる。どうしよう、怖い怖い怖い、逆に怖い。あとはインクショットダメージ系が欲しいね、やっぱり。なんか塗りとかその辺は強くなってってるけどさ、インクショットが強くなってないんですよ。今はあのパワーのカラーチップ引いたから、あの疑似的に一瞬強くなりますが、こう来て、あ、そっちか、いやでも一旦こっち塗るしかないな。でこう来て、どれぐらいパワー、うーわもう倍ぐらいになってるもんな。やっぱ大事なんだよパワーのカラーチップって。はい、でこっち飛んでって、あのアルペジオ気ぃつけろ、無限アルペジオ本当大変なことになるから。あとアルペジオって思ってるより塗りもえぐいからさ、しっかりそこも対処していきましょう。これ空中の時点で早めにやっとかないと、本当にこいつめっちゃ追いかけてくるから。はい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 。で本当はね、あの向こうの提灯あんこ直接叩きに行きたいんだけど、ちょっとそれは難しいので、いっ、うわインクネバネバも効いてんね。あ、強化スケル等も出てるんで気をつけましょうね。いや待って、これパワーのカラーチップってやっぱ強えんだな。パワーのカラーチップってこんな強いんだ。はい、こっち来て、あと10カウント、これいやパワーのカラーチップ大事だな。ちょっと引いてかなきゃな。はい、57秒で更新でございます。パワーのカラーチップか、マジか。これ射程では、射程だな。一旦射程だ。射程があるとないじゃ、大きく違うでしょ。ということで、こちら行かせてください。13階。簡単だった?普通か。はい、狙われるバッテン坂のフロア。何?ガチエリア。ボール。出た。まあ、これあんまり難しいイメージないから、ちゃちゃっと行っちゃいましょうか。ここから落ち着け。まずはこっち側に打っていく。問題はそこで、オッケーオッケー、グラーベが来てないかなんだけど、来てなかったから全然だ。危ないよ今の。グラーベの攻撃力舐めたらマジでやられるからね。でここ真下だから落ち着け。グラーベをできるだけこっちに寄せて、でちょっとだけ落として、よしオッケー、いった。あとはもうグラーベ来てる、グラーベ、いや待って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 、危ねえ危ねえ、ちょっと撃たれそうだったって今チャージャーのやつ。先倒しとかなきゃ。ということで、まだまだやっていきたいところでもありますけど、一旦今回はこれぐらいで終わっておきましょう。じゃあ次回は14回から進めていければと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。次どれにする？